最高の天気に恵まれました。4つのダムを巡るコース、今日は本当にですね、空気も爽やかで、水もきれい爽やかで、本当にいい時間を過ごせていただけると思います。名張の自然の素晴らしさ、そしてまた後でここに戻っていただきますとイベントもやっておりますので、地元の食も堪能いただければな、そんな風に願わせていただくところでございます。事故怪我だけはないようにしていただいて、1段から4段まで皆さん制覇するために頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日のゲストの方々ご紹介させていただきます。YouTuber のナナナさんにお越しいただきました。チャンネル登録人数が7万人ということで、2月には書籍も発表されてます。それではナナナさん、一言ご挨拶いただけますか。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。ナナナチャンネルです。いや、今日準備してて皆さんといろいろ喋ってたんですけど、ダムアップダウンあるので走れるかな、大丈夫かなっていうちらほら不安の声も聞こえてきたりして、私もなんかだんだん不安になってきたんですけど、はい、でも、もうこの時ね、今日は天気もいいですし、名張のね、景色をねこう浴びながらダム巡り楽しんでいきたいなと思いますので、今日一日怪我なく頑張っていきましょう。ちょっと最後に掛け声いいですか。なんとかなるなる名張とナナナ強制的にすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんおはようございます。愛三工業レーシングチームの草場圭吾と申します。今回は急遽参戦することになったんですけど、多分僕が来るってなってから天気が今日だけ晴れ予報になったので、僕自称晴れ男だと思ってます。はい、本当にこの天候に恵まれて皆さんとこうして走れること嬉しく思います。そして僕は2日後にはマレーシアのランカウイ島というところへ行ってレースに行ってまいりますので、今日は日本で最後の自転車に乗る日になるかと思いますが、皆さんと楽しく、そして、グルメを楽しみながら、走っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。自転車に乗りながら二酸化炭素を回収していくという実験を行います。この未来を見据えた夢のある実験にご協力をいただいているシンクモフの皆様はどちらにいらっしゃいますか。皆さんおはようございます。坂道多いみたいなんで、皆さん CO2 いっぱい吐き出すと思うんですけど、その CO2 はですね、漏れなく我々が回収させていただきますので、皆さんいっぱい CO2 出しても安心して、走っていただけるように、さあ皆さん頑張りましょう。三重サイクリング協会公式アンバサダーでいらっしゃいます松島文奈さん、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。三重サイクリング協会アンバサダーの松島文奈です。今日は全国からたくさんのご参加いただきまして本当にありがとうございます。参加者人数がとても多いので、怪我のないようゴールを目指していただきたいと思います。ゴールされてからマルシェも楽しんでいただけますので、そちらも楽しみにしていてください。それではいってらっしゃい。あそこでちょうどいい感じになるよ。怖い。はい、参加します。名張市役所を出発して2コース30キロ2ダムコーススタートし始めました。ちょっと出遅れてて、先頭集団がどこなんだろうな。
トロンかっこいいですね。あ、同じいいわけじゃないですか。山。ヘクトロン何度もあのサイクルモードとかで試乗していいなと思って、すごい走りますもんね。走りますねこれ。なかなか。うん、こっちからさ、小径車だけどすごいビワーッと走るし。かなり走りもね、これ。値上げ前に買ったんですけど、これは。ちょうどいい時。今やばい、10万ぐらい。うん、早いですね、確かに。何も変わってないのに。お疲れ様でお疲れ様です。ありがとうございます。ホテルからスポーツドリンクです。ありがとうございます。第1エイドで巨峰とスポーツドリンクもらいました。いただきます。両方いただきます。第1エイドのダムに来ました。なんていうところやったさん電源切れるんですよ。すごい一色や。今日は4つコースがあって、100キロと60キロで、自分が参加してる30キロして、10キロか15キロぐらいのコースがありますね。で、ナナナチャンネルさんは今日30キロコースなんで、もうあの同じコースを選びました。清廉寺湖ダム、この青い橋、さっき反対側からも見ましたね。写真撮った。ああ、すっげえ綺麗。まだまだ走ります。大丈夫、ありがとうございます。おいてまして、くにつ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。このクロスコア RC では初めてのイベント参加しました。まあでも全然危なげもなくというか、危なくもなく快適に走れてます。もうかなりゆるゆるって感じで走ってます。ちょっとロードバイクのグループにはなかなか追いつくのは難しい感じ。速度帯的に名張って、実家の愛知県帰るときによく、高速で
通るんですけど、降りることってまずないんで、今日初めて走ったんですけど、すごく結構いいですね。道も走りやすいし、景色もいいし、割と観光地としてはやっぱりちょっと地味な感じがあるんだけど、三重の中でもなかなかサイクリングするには、さっきの小連事故って言うんですね、あのダムの周辺も良かったし、なかなかいいんじゃないかなと思います。今回が初めてのサイクリングイベント、名張市ではサイクリングイベントを始めたのもそうらしいんで、これからこれね、毎年恒例になっていくといいですね。結構そういういいサイクリングイベントになるポテンシャルっていうか、まあ、僕が言うのもおこがましいですけど、こんないいコースあるんで、運営する方は大変だと思うんですけど、すごく続くといいなと思います。すごくいいですね。綺麗。みんな前に行っちゃってるけど、から一人だけど、この景色してなんかほんま独り占め、ほとんどなんかソロライドみたいな感じ。はい、好きです。2つ目のダムですね。ひなちこって感じ。橋渡ります。ありがとうございます。お疲れ様です。行きます。ひなちこ。すごい。ありがとうございます。見るたびにパカッて開くたびに、そう開くたびに。ここ話もらったんですよ。ここ かわいいでしょ。ここめちゃかわいいでしょ。めっちゃ一番大事なとこ。めちゃかわいいなと思って。ありがとうございます。バッチリじゃないですか。ありがとうございます。ここ話もちょうどその大きさ。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。よいよ。いけてる。
かっこいい。いいバイクでもしんどい。やめた。頑張れ。いらっしゃい。よいしょ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。もうちょっと頑張って。はい。あれです。